仏良院号半下降木湯は、漢方包材の一つで、胃の働きを改善し水分の停滞をなくしたり、抑うつ感や不安感を取る効能を持つ。冷え症で胃が弱く、胸焼けやげっぷが多い人など、体力が中から巨匠向けの処方。読んで字のごとく、仏良院と半下降木湯との交材である。近畿要略の壮大に、林奥が付け方として追記した部分に、 仲裁されている処方で、本来の出典は、外来費用である。外来には、仏良院は、心経中にて単位や土水があり、水から水を吐き出した後に、心経間に虚偽が満ちて食することあたわざるを直すと、記され、さらに、仏良、人参、白術、期日、橘川、生姜の六味を、水六章で煮て一章八号を取り分け温めて三、福す。 人の行くこと8、9里ばかりにして、これを進むとあることからこれを現代語に翻訳すれば、8里から9里を歩くのに2、3時間かかるであろうことを意味し、2、3時間おきに薬を飲み気分が落ち着いたら、やめるという意味と返される。一般に、精神神経症状を伴う失声の異症状である、胃もたれ、胸焼け、吐き気などに効能がある。その他、動悸、めまい、喉の使い感、 尿量減少などにも使用される。絶好は、間質中間の白体。腹力は、やややわーで上腹部にぶり水音があることが多い。病院での処方では、乾燥液素材を用いるのが、一般的。仏陵と、アオケラは、体内の無駄な水分を取り除き、人参は、滋養強壮薬効果を、半毛は吐き気を抑える。香木や素養は、気の巡りを改善し、元気をつける。 神秘や技術、生姜には、権威作用があるが、これらが、相互に作用し合うことでより高い効果を発揮する。a b c d e f o 3 1 1 0番、漢方薬ダイレクト健康情報、物量因合範囲や香木油の効能、効果と副作用減点によれば、略実とすべきところだが、日本では、物量因合範囲や香木油の液素材を製造しているメーカーは、 津村の一社のみで青受ラを採用しているため、エキス材としては青受ラらのものしかない。ありがとうございます。